はい、2020年平成令和4年の今日は10月の4日ですね、この国会の本会議室内にですね、NHK 党の控え室が実はできました。ブッキーさん、映しても大丈夫ですよねということで、ガーシーの秘書の文久さんと、浜田君の秘書の末永さんですけども、すごいですねこの部屋ね。そうですね。いや、なんか今までなかったんですけど、このようにまあこの本会議室、こう本会議場っていうんですか、なんていうんですかね、本会議場、本会議場なので、日頃僕が撮影している場所っていうのは参議院議員の議員控え室、あ、議員事務室、事務所、ちょっとじゃあこれ撮って多分手が映ってる。いや、参議院議員会館、議員会館、いわゆる議員事務室、事務室ですよね、あれだから建物としては新しいですね、まだ10年ちょっとぐらいなので、平成何年とかにできた、まあ、21世紀にできたものなんですけど、こちらの部屋は明治大正、大正、大正に設計されて、はい、まあ昭和何年だったんですかね、出来上がったのが、あ、出来上がったのは昭和なんですね、これもう中庭とか、ちょっとカメラを来てもらったら鯉が泳いでるね、鯉が本当だすごいね、まあだからそのまあある意味ちょっとガーシーのまあ、当選により NHK 党としてですね、実はだからこれで国会の中に4つ目の部屋が割り当てられまして、1つはガーシーの議員控え室304号室で、浜田君の控え室の403号室で、会派の日頃僕が YouTube ずっと撮ってたところで、会派の控え室っていうのが参議院会館の中の地下2階にあったんですけど、今回ですね、まあ、2人だからもらえたっちゃうけど、まあ、いろいろと他の会派との調整があって、まあ、この会派室、これがだから本会議場の中に、本会議場じゃないね、本館の中に、国会議事堂の中、そうですね、だからこの上が皆さんよく見ているこういうやつですね、上がこんな感じの建物の中の下の部分ということで。日頃僕が言ってる参議院会館っていうのは、普通の建物12階建てかなのところなんで、まあ、建物の歴史も全然違いますし、まあ、見た感じのこの辺の多分木目というか、こういうのが多分すごく昭和に作られた、昭和っていうかもう実際これ多分お隣なんですよね、こっちとお隣、多分共産党になるのかな。でここは主にどんな感じで使うことが多いんですかね。まあ、国会議員の先生方の打ち合わせとかですね、あとは会議とかですね、はい、が非常に多いですね。まあまあ、面談するときもこちらで面談する、はい、ま、ね、まあ、非常に、まあ、そういう意味では格式があるというかね、はい、というところで、まあ、ガーシーが当選したことでですね、このようにもう一つ、まあ、4つ目の部屋まで、使わせている、これずっと会議中だけじゃないというのもね、365日ずっと使えるということですので、来客の対応であったりとか、まあ、いろいろとね、我々本当に場所とかが逆になくてですね、今も皆さんからいただいている NHK からの請求書を受け取りをする、ね、代行業務をやってたり、コールセンターを作ったりですね、まあ、それぞれの部屋でそれぞれの仕事をしっかりとこなしていっております。まあ、国会というのは議論をするところなんですよ、最終的には本来そういうところなんですけど、我々はそれを議論をするだけでは何も国民の皆さんにサービスの還元ができませんので、 NHK にお金を払わない人を直接ね、請求書を受け取りしたり、裁判費用を立て替えたり、まあ、立て替えてこちらで無料でお支払いしたり、それだけじゃなくて今も生活保護受けておられる方に対して電気料金、ガス料金をお支払いしたり、電気製品ですね、水道、ごめんなさい、冷蔵庫とか洗濯機などをお送りするというサービスをさせていただいていると、まあ、その窓口として、あと、まあ、電気製品なんかも置く倉庫としてですね、置き場としても場所が必要というところで有効に使わせていただいております。以上です。
扉が開いてるのは難しいですが、多くの国民が NHK に受信料を支払わないことによって NHK をぶっ壊す。